それでは、お楽しみ抽選会の説明をこれより始めますので、どうぞ皆さん、やぐらの周りにお集まりくださいな。お嬢さんのおかげで簡単なすんばらしい商品になったね。だいぶかかったんじゃないの？運営費で立て替えするよ。すったらうな程度で立て替えなんてアホらしい。税に金の問題じゃないね。たく、まあまあそう言わないで。お嬢さんのおかげでできた抽選会なんだから。こんな私一人でどうにかすりゃええんちゅうわけとちゃいねや。パホクサ。
どうしたの牧野さん。そんなに息を弾ませたら心臓が破れちゃうよ。お嬢さん、悪い話なんだけど、いいかい？いやはや、参ったよな。参るも参らもなんね。三度あっちゃんは四度あるっちゅうこっちゃな。お嬢さん、そりゃ笑えないや。面白い話でもなんでもないや。面倒が増えただけっちゃね。警察が今身元を調べてるらしい。どうも相当顔面をやられてるらしくて、身元の特定が難しそうなんだと。顔がわからんでもおおよその想像はつくっちゃな。え？心当たりがあるのかい？バカが。綿流しの祭りにも顔を見せん不信心者に決まっとろうがね。ちゃんとお社様を敬って祭りに来ちょるんはそんな目には合わなんとよ。こりゃ無残なもんすね。クマちゃん、死に方ってのは本人が望んだものでない限りどんなでも無残なもんです。お悔やみ申し上げちゃいますよ。そっちどう？ポッケの中身とか個人が特定できそうなものは？サンダル履きで服装もラフ。近くにお住まいの方でしょうね。服装の特徴から周辺に聞き込みをすればすぐに割れそうっすね。それしかないな。課長からこの山秘匿捜査指定かかりそうだからって脅されてます。その辺注意してくださいよ。了解っす。入江先生が到着しました。先生、あそこです。どうも。遅れて申し訳ありません。抽選会の手伝いの最中だったもので。先生、今日の祭りでだいぶ飲んでたでしょう。アルコール本当に抜けてます？後で風船でも膨らましてもらっちゃおうかな。ご安心を。運転はスタッフに代わってもらってますので。そりゃあそつがない。おい先生、通してあげて。
こういうものは見慣れませんね。匂いがダメな時は口呼吸にするんですよ。まあこういう匂いは目でも嗅げちゃうかな。ね。中八九縁婚の線でしょうな。結婚とサンダル裏から見てここで殺したのは間違いないでしょう。でも見ての通りここは人通りが少ないと言ったって往来のど真ん中です。ここで頭部がひしゃげるまで殴り続けたってのはちょいとまともな話じゃないですからね。でね、ほら腕とか見てみてください。腕は綺麗なもんでしょう。それはつまり腕で防いだとか抵抗したとかそういう痕跡がないという意味ですね。さすが高学歴。仏さんはおそらく最初の一撃で脳震盪かなんかで気絶したんじゃないかと思うんです。で、星は確実に殺した手応えを得るためにさらに打撃を加えた。さらに言えば、おたけさんはその時うつ伏せに倒れたように思うんですよね。ねえ、服の汚れ具合からの勘ですが、遺体は仰向けですね。星は後頭部を散々潰して明らかに頭蓋骨が砕けてる手応えを得ているにもかかわらず仏をこう仰向けにひっくり返してわざわざ顔面を潰してるんじゃないかと思うんですよ。遺体の顔面を殴るってのは私の経験じゃかなり怨恨の線が強いです。それもだいぶ濃厚な濃密なね。ってことはつまり星は仏のかなり近辺にいるのは間違いないかと。私を呼んだのが救命活動ではないということはよくわかりました。先生、この人が誰かわかりますかね。わかれば聞き込みの手間がだいぶ省けるんですがね。私には分かりかねます。本当に？別に隠してなんかいません。先生もアルコールがまだ抜けきってないだけですよ。頭が冴えたら思い出すかもしれません。思い出したら教えてくださいね。おいさん、課長から無線です。1号車の無線す。入江の先生ごまかしたな。え？いえいえ、こっちの話。仏の聞き込み急いでください。
ほぼ間違いなくこの近くにお住まいです。おいさん、連れてきました。どうもどうも。こんな夜更けに申し訳ありませんね。明日も学校なのに本当に申し訳ないです。いえ。お父さんはどちらへ？うちの義父はあまり帰ってきませんので。おお、いつ頃から？最後に帰ってきたのはいつ？さあ、義母と喧嘩しているのを聞く限りは沖ノ宮でどこかのキャバレーの人と同棲してるとかなんとか。最後に会ったのはあまり覚えてないんですけど、先々週ぐらいだったかもしれません。ふんふん。お父さんの連絡先はわかります？いえ。キャバレーの人と同居してるって言いましたよね。なんてお店かわかります？沖ノ宮のどこかにあるとしか知りません。お父さんの名前は？北条鉄平です。お父さんとお母さんはあまり仲良くなかったですか？程度の度合いは分かりませんが、良くはなかったと思います。率直に聞いて申し訳ないですけど、お母さんに恨みを持っていた人間とか知っていたら教えてほしいんですがね。よくわからないです。そうですか。じゃあもしも思い出したらでいいので、その時は教えてくださいね。これ私の名刺です。ここに電話番号ありますので。じゃあ後日またいろいろとお話を伺うこともあるかもしれません。もしもお父さんと連絡がつきましたら、沖ノ宮警察署の大石まで至急ご連絡をとお伝えください。くまちゃん、北条さんを自宅まで送ってあげてください。いいえいいえ、そんなこと言わずにぜひ送らせてくださいな。お母さんを襲った犯人がまだ近くにいる可能性があるんですよ。あなたもまた狙われない保証なんてないんですからね。 お気遣いありがとうございます。でも本当に結構ですね。北条さん。はい。大丈夫ですよ。心配しないでください。犯人はすぐに捕まりますよ。手がかりとかあるんですか？ありますよ。どんなですか？捜査上の秘密ですよ。ね。いえね、人を殺すってのはかなり感情の高ぶるもんなんですよ。そりゃ冷静に殺してみせるロボットみたいなのも稀にいますがね。感情が高ぶると何かわかるんですか？うん。
人は極限まで感情が高ぶるといろいろ体に反応が出ます。発汗とか脱毛とかね。殺人現場に犯人の毛髪が落ちているってことは割とあることなんですよ。まあここは屋外ですからね。現場が絨毯の上ってのとはだいぶ勝手が違いますが。犯人の毛髪は拾えたんですか？さあね、鑑識の連中が大列組んでさっきから行ったり来たりしていろいろ探してます。まだ結果待ちでね。何が出るやら今から楽しみですよ。明日があるので今夜はもう帰ります。そうなさってください。クマちゃん送ってあげてください。了解っす。では北条さん、また近いうちに進展があったらお知らせしますよ。北条さんも何か思い出したりしたらぜひ教えてくださいね。憎き母の仇の逮捕に協力してまいりましょう。もう警察は目星をつけてるのかな。さあね、大石の野郎がしつこく聞き込みをして回ってるみたい。犯人は近しい人間に違いないと思ってるようだね。君って祭りの日にアリバイあります？どうだろう。バカですね。サトシ君は祭りに来ていた。そういうことでいいじゃないですか。そうだよね。気が利かなくてごめん。じゃあやっぱりサトシが。サトシ君が殺したかどうかが問題じゃないでしょう。サトシ君が犯行の時間帯にアリバイがあったかが重要なんです。たくん。後で警察がうちに来るみたいだから、来たらサトシは祭りで一緒だったって言うよ。お姉、取ってつけた嘘なんか何の役にも立たないです。何も手を打たなかったなら、今さら小細工しても無駄ってことです。せいぜい正直に喋ってください。お姉は芝居が下手なんだから、変に意識するとかえって勘ぐられますからね。ごめん。
よ。最近はあまりバイトに行けてなかったでしょ。ご検察痛み入ります。おかげさまで。あ、うん、ごめん。今日は私、夜まで姿を隠してるからバイトに出られるんじゃない？シオンさん、お出かけですか？そんなとこです。お姉が姿を隠してくれるそうなんで、久々にバイトに出ます。ササイ、暇だったらおじさんの店まで車を出してもらってもいい？シオンさん、しばらくはバイトを控えられた方がよろしくはないですか？事件のせいで警察は園崎家界隈を監視しているようですし、あまり姿を表に出さない方がいいのではないかと思います。お気遣いは嬉しいけど、バイトしないと食費もないわけですし。悪いけど、おじさんにやっぱ今日のバイトは行けなくなったって伝えてくれる？私ここで降ります。え、シオンさん。沖ノ宮で会うなんて奇遇ですね、サトシ君。何があったか知らないけど、ミオンが楽しそうだね。ええ、楽しいですよ。サトシ君の機嫌が良さそうなので、私も釣られて機嫌が良くなっただけです。
トシ君こそ何かあったんですか？何か機嫌が良くなるようないいことがありましたか？いいことなんかないよ。おばさんが亡くなって警察とかご近所とかいろいろ大変だよ。サトシ君はどこかへお出かけですか？あ、バイトかな。正解。その前に寄り道なんだけどね。寄り道？毎日ちゃんとショーケースにあるのを確認しないとなんだか不安で。よかったよかった。大丈夫、ちゃんとあるよ。買えるだけのお金は稼げてるわけですよね。なら予約とかしちゃえばいいのに。値札がついてないけど、これ本当に売り物なんですか？これ一体いくらするんです？売り物なのは確認したから間違いないよ。値段は？予算は大丈夫？大丈夫だよ。ちゃんと確認してあるよ。予算が大丈夫なら問題ないじゃないですか。なら予約しちゃいましょう。その方が
サトシ君も心の荷が降りていいでしょうしね。誰もいないのかな。そりゃ好都合です。サトシ君、お給料日を待たずにぬいぐるみが手に入るかもですね。ダメだよミオン、泥棒はいけないよ。冗談ですって。軽く受け流してほしかったんだけどな。ひょっとして私が盗っ人の真似を平気でできる女だと思ってます？あ、ごめん。おじいちゃん、店番頼んだのにすっかり眠りしちゃって。お客さん来てるってのにもうごめんなさいね。うちのおじいちゃんももうすっかりボケちゃって。恥ずかしいところ見せちゃってごめんなさいね。何かお買い上げ？あ、買うんじゃなくて予約なんですけど、いいですか？あのショーケースの中の一番大きいぬいぐるみなんですけど。あれ？いいの？値札見た？かなり高いけど、お小遣い大丈夫なの？あ、はい、ギリギリ足りるはずです。もうすぐバイトのお給料が入るそうなので、それまで予約したいんですけど。これでもう誰かに先に買われちゃう心配はもう必要ありません。うん、お給料がもらえるのはもうすぐなんだけどね。これで安心できる。これならもっと早くに予約をしていればよかったな。